方かと思ったら高橋さん。さあ、ようこそいらっしゃいました。どうぞお上がり遊ばし。さあ、どうぞ。いいぜ、もう手前どもで。もう、早い一戦かがわなくちゃならば、何回と申し出しておりながら、すっごいご無沙汰ばかり。お住まいはやはり以前のところで。あ、お越しなさいまして。さあ、どうでございましょうってね。どうも今までのところじゃね、周りが駆け込んできて、日当たりが悪いようでございますしね。それに前が鍛冶屋さんで、後ろがお湯屋さんでございますよ。おまけにお隣の武器屋さんの葉ばかりが、お宅のお庭先へぶつかっているんですものね。どうしてあんな嫌なところに今でもいらっしゃるんだろうね。かつてのうちを、もう噂してたんでございますしね。そして今度はどちらへお越しになりますね。どこの家でございますか。あ、まだお越しにならない。やっぱ以前のところ。あら、まあ、いいえ、ねえ、それで、とても親切なところよりは、どうしても慣れたところの方がねえよ、あなた。どんなに気に良いかわかりませんわ。本当にちょっと伺いたいと思っておりまして、お正月には5年方々ですと思ったんでございますよ。けれども、何しろねえ、あなた、そういうのはありのか、食べるのでございましょう。それお飾りだ、それご年のお客様だ、それお父様、お父さんだ、もう忙しいので、すっごいご無沙汰しております。教師になっている気分でございますよ。わーい、おにわーい、わーい、おにわーい、ちょっと満面まじで、大騒ぎでございますよ。このうちょうちょ庭の梅の花も咲き出しますとね、あなた。
Yeah.